はい、宇治でございます。ガイアの3回目ということでね、行ってみましょう。前回のおさらい、オシレーター、フィルター、アンプ、LFO、まあ、この1枚のこのね、ガイアではトーンと言ってますけど、ここのところを徹底的にやりましたね。オシレーターでピッチ、まあ、波形があって、それをまあ音程を決めて、で、フィルターのところでカットオフやレゾナンスで音色を加工するね。硬くしたり丸くしたり。で、最終的なアンプのところで音量を決めますけど、それぞれに対して ADSR、アタックタイム、ディケイタイム、サスティンレベル、リリースタイムっていうね、このスライダーがありましたね。これで、それぞれ変調を加えることができると。ね、エンベロープジェネレーター、これはもう音に時間的変化をつけるというやつですね。当然オシレーターに、エンベロープジェネレーターを使うとピッチがこのようにね、山形になったりとかね、うーんって変わったりとか、フィルターにかけると音色が時間的に変化する、アンプに使うと音量が時間的に変化する。 LFO というのは、周期的な揺れですね。ものすごい低い音なんだけど、それが、ね、揺れに変わると。揺れの形としてサイン波だとかクケ波だとかノコギラ、ね、サンプラーのホルトとかいろいろありますけど、こういうことができるわけですね。これが1枚このパネル上にありますけど、ガイアの秘密で一番重要なのはこのトーンがですね、3つあることなんですね。ここに3つあること、この3つあるということは一体どういうことなのかっていうところをね、今回第3回目は紐解いてみたいと思いますけど、まず今トーンの位置が1個ついてますね。ということは、まあ、この音が出てます。ちょっと丸くしてこんな感じしようかな。ちょっとストリングスっぽい音にしてみましょうか。ちょっと音を立ち上がりをふわっとさせて余韻もつけて、いい感じですね。ね、このオシレーター、フィルター、アンプ、LFO で、まあ、こんな感じの音色ができましたと。これをね、じゃあトーンの2も全く同じ音にしようかなと思います。全く同じ音にしてみますね。じゃあトーンを2に、オンにして同じ音をまたこうやって作るのというとめんどくさいじゃない。ところがね、これめちゃくちゃ便利なの。これにトーンコピーっていうのがあるんだよ。トーンコピー、これをトーンコピーを押してね、コピー元を決めて、コピー元は今のトーンの1でいいんで、これ で次、コピー先を押します。トーンの2に行きます。これでもうほら2つできちゃいました。今全く同じ音がトーンと1と2で鳴ってます。ちょっと音が厚くなったの分かるかな。分かりますかね。そこでね、もっとちょっと小技を聞かせてみましょう。ここでね、今トーンの2がセレクトされてるんで、このパネル上のエディットはトーンの2だけに作用します。いいですね。トーンの1は何も変わりませんよ。トーンの1だけで、トーンの2のここにあるオシレーターのディチューンをちょっと動かしてみますね。ほら、一挙に音がふくよかになったの分かります？これね、さらにちょっと一つ、隠しテクニックがあって、今トーンと1と2がね重なってますね。これね、ちょっとトーンの1と2をね、パンを振りたいと思います。ここに左右にね、トーンの1を右側に、これね、実はね、ここのシフトボタンを押しながらディチューンを動かすと、そのトーンのパンに変わります。わかる？トーンの1をこちら持ってきて、トーンの2を逆側にします、ね、これによりに音が広がったでしょう。オッケー。まだしかもトーンの3が残ってるんだよ、ここに。じゃあこれまたコピー使って、トーンの2を3にコピーしちゃいましょう。それによりさらに分厚くなりましたけど、トーンの3今セレクトされてるので、これを1オクターブ上げてみようかな。でこれは、パンは真ん中にしましょう。
これがねトーンが3つある最大のメリットなわけ。音がね分厚くなる、音に広がりが出る、これですよ、これがトーン3倍を使うことで、当然一個一個独立してますから、トーンで今コピーやりましたけど、一個一個全く別の音色で作り込むと多彩な音になりますね。3つが重なりますね、ということができるのがこのガイア、スイッチ01の凄さなの。さらにこっから先、ここにエフェクトっていうのがあります。エフェクト、ここでもさらに料理ができるわけよ。で例えばこれにね、リバーブ加えてみましょう。リバーブ、そう、ディレイ加えてみましょうか。ね、じゃあここにフランチャー加えてみましょうか。ここで大幅に変わってきますね。ここ音がシュワーってなってきますね。ね、こんな感じでエフェクターというものでどんどん料理することもできてしまうと。ということで、分かりましたかね。トーンが3つあるということの大きなメリットがこれでございます。さらにね、もう一つちょっと隠れたテクニックをご紹介しましょう。この音色とトーンの2がこういう、まあ、ちょっと若干違いますね。この2つをオンにしますね。でね、オシレーター、ここにね、モジュレーションっていうのがあるんですよ。モジュレーション、わかりますかね。ここで、モジュレーションというのは変調と言いますけど、ここでね、一つの音色を、まあ、トーンの1にしましょう。トーンの1を、エンベロープをちょっと加えます。ね、1の音だけ音が上からフィヨーンと降りてきてますね。これはエンベロープジェネーターでアタック0にしてディケイだけを加えてるんで、最大に音が最大にこう高くなって、そこからだんだん降りてくるっていう感じになってますね。ここでね、このモジュレーションのシンクっていうのを加えると、強制的に、ね、1の音が2に同期します。すなわち音が先ほどはこのようにね、だんだん高い方から低い方に、だんだん位置に近づくでしょ。これをシンクというのをやると、こういうふうな音が変化する。わかりますかね。音が、高くだんだん高い方から低い方に行くものを強制的に普通の音程に合わせるんで、それが、ね、倍音の変化に、変換されるわけ。それによりこういうに過激な音色の変化、これピッチも変えるとこういう音なんだ。ガイアはね、しかもね、モジュレーションにビブラートがかかるようになって、これね、独自で設定されてるんだよね、ビブラートの速さがね。これにディレイを加えて、素晴らしいね、でね、さらにね、ライブパフォーマンスによって素晴らしいのが、この D ビームで、 D ビームで、でピッチを変えることもできるし、ボリュームで、こういうこともできるわけで、さらに素晴らしいのはエフェクトも当然できます。今フランジャーがね、こういろいろ変わってますね。ディレイか、ごめんなさい、今ねディレイが変わってますね。変わったんですね。さらに面白いことにね、
このピッチが点滅してる状態だと、なんとオケヒットがなんだよ。でボリュームが点滅してる状態だとベイドラがなんの。これはね楽しいね、というね、こういったもう隠れた機能まで入ってるっていうね、というように、いろんなことができるわけですけど、さらに面白いのはねこれだばっかりじゃない、さらにエクスターナルインというこの端子がついてるんですね、これはどういったものかというと、これはですね面白いですよ。この今 iPhone を、つないでます。でつないでる状態で音楽が流れますね、こうやってね。で今スネアとかベートラとかこうリズムタイプベースが入ってますね。声が入ってきましたね。でセンターキャンセルというね機能があるんです。センターキャンセル、これは何かというと中に入ってる音源のをいろいろ消していくという位相を変えてます。ボーカル消えたりとかいろんな方式があるんです。今度ドラムが消えたんです。バスコーラです。こういうね、これに合わせて弾けるわけ。で、これトントントンでしょ。で、このテンポでこのアルペジオを鳴らそうかなと。ところがテンポが合ってないんですね。そこで便利なのがこうタップテンポなの。タップテンポを使ってこれでこのテンポに合わせるって叩いておくわけ。遊ぶことができるんですね、このタップテンポで、ね、こう指してるものを、ね、音楽プレイヤーとかでそれを流してる音楽に対して、でテンポをぴったんこ合わせて、しかもセンダーキャンセルして音を消して、ね、ボーカルとかドラムとかを消して、しかもこれでガイアでいろんなものを、ね、音色をこうガーってこう弾いちゃうみたいなことができるわけですね。ということで3回にわたってガイア説明してきましたけど、まあ、基本的なアナログシンセサイザーとしての、ね、機能はもう完全に網羅しつつ、一つのトーンというシンセサイザー1台に対してそれが3台分、のトーン、ね、として使えるというところ。でさらにそれだけじゃなくてエフェクターも非常に充実してて、 D ビームもアリーノでエクスターナルインもしっかりとあって、これで外部のもの音楽を取り込みながらこういろんなことができるというところ。さらにもっとすごいんですけど、 USB インターフェースがもちろんついてるんで、 USB でコンピューターとつないだ時にはですね、なんと、オーディオミディインターフェースとしても、機能してしまうというね、これも至れり尽くせりというこのガイア、しかも、とても表目やすいという、ね、価格になってるんで、これはねまずはシンセサイザー初めてやってる人にとってみても最高に素晴らしいマシンだし、ね、サンプリングとかいろんなものを使ってる人にとってみたら、新たにこうねアナログシンセのサウンドをまず手軽にちょっと入れてみようかっていう時にももうバリバリのシンセじゃないですかね。もうライブにももう最適でしょ。電池で動くでしょ。軽いでしょ。非常に革新的なシンセサイザーといえますね。ローランドガイア SH-01 でした。